すいません、マイティと言います。ピアニストです。短い時間ですが楽しんで帰ってください。1曲目、オリジナルでマイウェイという曲を聴いてください。ピアニストのマイティと言います。はい、マイティです。歌うと思いきや喋るためのマイクで、ピアノだけの演奏なんですが、そうですね、知らない方が多いと思うのでちょっと自己紹介をしようかなと思うんですけど、自己紹介って言っても、何かな、好きな食べ物はトマトで好きな飲み物は紅茶です。なんか大学の時になんかマイティのティーは紅茶のティーって叫んだらみんなにシッってこうドン引きされたというようなことがありました。はい、そんなことで、私は、神戸の、出身で、家は岡本です。ここからすごく近いんですけど、で、今まで大阪を中心に活動してたので、神戸ではあまりこんな風に演奏することがなくって、今日は初めてボイスさんで演奏させてもらうのですごい嬉しいです。ありがとうございます。それで、そうですね、自己紹介はそんな感じです。で、私はピアノで演奏するというと、いろんな音楽があると思うんですけど、今のようななんか明るくって楽しいなんか元気の出るようなピアノの演奏がしたくって活動してます。はい、で、今は、CD を出したいと思って、それ目標に、頑張ってます。まだソロ活動を始めて、4ヶ月ぐらいです。その前はバンドをやってて 4年ぐらいバンドをやってました。大所帯のバンドなんですけど、で、最近このように活動してます。じゃあ、2曲目なんですけど、ちょっとブルース風の、ピアノのソングを
っと聞いてもらおうかなと思います。はい、このような感じで、元気な曲が、まあ、多いです。じゃあ、次はですね、ちょっとまあ今日は1曲バラードをやろうかなと思ってまして、本当はカバー曲をやろうかなと思ってたんですけど、ちょっと自分で作ったバラードの曲を弾こうかなと。はい、ちょっと最近できたのですいませんが、そうですね、ちょっと、のほほんといつも、まあ、楽しい曲ばっかり弾いてるんですが、うん、なんかこうそうですねバラードはあんまり弾かないのですが、今日は1曲ちょっと弾こうかなと思いますが、ですね、ぬくもりのバラードっていう題名をつけました。で、まあ、私はピアノだけの演奏なので、あの歌詞がないですよね。で、歌詞のない曲ってなんかなんて言うんでしょうね、私があの曲を作るときはイメージがやっぱりあるんです。こんな風な、景色で、あのこんな思いで作ったっていう曲感じで作るんですけど、あの歌詞がない分、こう皆さんの自由なイメージっていうか、いいなと思ってくださったら、今日のボイスさんで、あの来た今日のことを思い出して、思い出すような曲になるとかで、あの今嫌なことがあって、あのちょっと救われた時の曲とか、もうイメージは何でも皆さんの好きな風に聴いてほしいななんて思いながら、それはまあ全部の曲に関してなんですけどね。で、私は次の曲はちょっと森の中でこうぬくもりがなんかあって、すごく大自然なイメージなんですけど、まあ皆さんは違う風に撮るかもしれないし、うん、好きな風に聞いてほしいななんて思います。それではちょっと聞いてください。
ございます。まあね、この曲、こんな感じの曲がね、ドラマの途中とかで流れたらいいなって私は夢に思ってますが、まあ誰か推薦してください。はい、これからはアップな楽しい曲でいこうかなと思うんですけども、何やったかな、次はカバー曲です。でちょっと楽しい曲なんですけど、よかったらさっきからねシャカ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 ちょっと自分で置いといてすごい響いてすごいうるさかったんですけど、あー後ろもよかったら、まああと2曲で私のライブ終わっちゃうんですけど、よかったらやりませんか。まあそんな感じで、ね、私は自分の中なんて言うんですか、私を名前覚えて帰ってほしいんですけど、まあ今楽しんでもらいたいっていうのが一番なんで、後の皆さんは手拍子の方でちょっと参加していただきたいと思います。楽しくないとね意味ないんでね。次は、スヌーピーのテーマソングをお送りしたいと思います。スヌーピーのテーマソングってピンとくる人はあんまりいらっしゃらないと思うんですけど、USJ の、スヌーピーのエリアに行くと永遠と流れててすごい可愛いんですけどね。ね、そうなんです。それの、フルバージョンで、自分なりにちょっとアレンジしたものを、ちょっと弾こうかなと思います。ちょっと初めて弾く方多いと思いますが、楽しんで手拍子してくださいね。じゃあいきますよ。Thank you.
来ました。 USJ 行ったらこれ流れてますよね。そうなんですよ。テーマのとこはねよく聞きますよね。途中はちょっとアレンジも加えつつなんですけども、はい、そんなわけで私の私たちがめっちゃすごい音しますね。ね、いやいやいや、ありがとうございます。で、早いもので次で、最後の曲になるんですが、ありがとうございます。お決まりの、そうですね、最後にじゃあ告知だけさせてもらおうかなと思うんですが、私は他のアーティストの方の後ろでもピアノ、サポートアーティストとして、まあ、出させてもらってて、まあいろんな方いるんですけど、まあ、代表的に一番やらせてもらっているのがクイズヘキサゴンでずっと沖縄のアーティストさんで涼英さんっていう方、シンステさんにカバーとか言われてたあの方のバックを今させてもらってて、月に何回かやらせてもらったりしてるんですけど、まあ、他にもいろいろあるのでまたホームページで見ていただいたらなと思うんですが、自分のライブでは、今度芦屋の小学校で、うちで浜小学校で、あります。でそれは小学6年生の、イベント、卒業イベントみたいな感じなんですけど、一般の方も見に来れるようになってまして、その大人の方に向けにもちょっと懐かしい曲とかもやりつつ、ちょっと AKB の小学校のみんな向けにもやりつつみたいな感じのライブをやります。それがまた、3月の4日にあったりとかいろいろありますので、また見に行っていただけたらなと思います。はい、あと、4月の20日にチェロ、私チェロのちょっとあんちゃんってお友達いるんですけど、その子と今やるのがすごい楽しくて、チェロってすごいいいんですよね、楽器。あんまり聞く機会ないと思うんですけど、ピアノとチェロのちょっと演奏にすごい今ハマってまして、それが4月の20日に、宿川のヌーブっていうところでやらせてもらいます。ちょっとそこは近いので、よかったら本当に見に来ていただけたらなと。グランドピアノとチェロ ですごい綺麗なところみたいなので、はい、よかったら来てくださいということで、告知の方は終わりなんですが、最後は、私の作ったまたちょっと楽しい曲になってます。私の、イメージとしては桜並木道のイメージなんですけど、また皆さんのイメージまた違うかもしれない。ちょっと私妄想癖っていうかねなんかちょっとおかしいんですよね。だから自分がそう思って作ってても、皆さん全然桜出てけへんけどって思う人も多いと思いますが、はい、そんな、桜並木道のイメージで、桃色のトンネルっていう曲を作りました。これも楽しんで、またちょっとすごい大きいシェーカーでまた盛り上げてください。皆さんも手拍子してもらえたら嬉しいです。じゃあありがとうございました。最後に聞いてください。
I love that sound, don't you? In my time machine, yeah, I ride clean, marinate the scene with my high beams, candy coated dreams. Whenever I leave, take me far and far. This ain't just a car, this my time machine. Take me way back, way back. This my time machine. Take me way back, way, way back. This my time machine. Take me way back, way back. Take me far and far. This ain't just a car, this my time machine. Take me way back, Scarface and I take dick. Riding with my papa, rocking a starter and some gray Swiss. Gave me game as we rolled down 8th Street. Niggas out your flexing, don't be stressing what you can't be. And don't be dodging, don't believe in what you can't be.私にしか歌えない歌がある小さな頃から周りと同じようには私は普通になれないの手にしてはまた失いやっと気がついたのは起こるべき日々自分さえ愛せる信じてくれ
がとうございます。ありがとうございます。初めましての方もお久しぶりの方もこんばんは、まやと申します。ここから短い時間ですけども、ぜひ最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いします。ありがとう。たくさんですね。こんなたくさんのボイス初めてですね。ありがたいですね。もう平日のね、こんな本当に平日のこんな時間に本当ありがとうございます。今日ちょっとね寒いですけど、しかも今日うるう年ですね。ちょっとなんかミレミアムな4年に1回ですめっちゃ噛んでる。4年に1回のこのね大事な日に、大事な日なんですかね、4年に1回貴重な日です。貴重な日にお会いできて、こうして集まっていただきて本当に本当に嬉しいです。ありがとうございます。ではまや 4U をお送りしました。この曲は自分が歌う意味とか思いとかをすごく込めて作った一曲になりました。すごく大事に歌ってる曲なんですけれども、そんな感じでまやこうしてピアノ弾きながらオリジナル曲中心に歌ってます。よかったらぜひぜひ最後までゆったりと楽しんで書いてやってください。ではもう一曲オリジナル曲、こいつをみ、苦しい思いもしたくないって思ってた。愛すより愛されることの方が幸せだと知っているし、優しくしてくれる人はあなた以外にもいるよ。あなたとのひとときが心をキュッと掴んで離さない。好きな人ができました。好きですなんてまだ言えないけれど、誰かのじゃなくあなたの特別になりたい。待ち遠しく思ったり、携帯の待ち受けメールの着信、浮かぶ名前があなただと嬉しくて、まるで初めての恋みたいに、隣にいるだけでほらこんなにドキドキしてるの。なのに嫌われたくないかなっていつも無難な態度、それじゃ私らしくない。好きな人ができました。この想いつながる約束もないけれど、見ている空や街はどんな色をしてるの。私のと似てるのかな。本当はもっと知りたいことがあるよ。もう一歩近づいてもいいかな。
ありがとうございました。ありがとうございます。そうなんです、マヤ普段、いやその前に、そうなんです、マヤ、あの昨日24歳になりました。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、嬉しいね。誕生日の次の日にこうやってライブできるのほんま嬉しいなと思って、24歳初めての今日ライブということで気合入って気合入れてやってきました。ぜひぜひね、まあプレゼントとかいいです、気持ちだけでいいです。でもね、マヤ CD 売ってます、よかったらプレゼントとかいいです、もう気持ちだけでいいです。もしくはこのうるう年の日にサイン入れます、ほしたら私売れたらタコ売れますよ、どうですか。ということでね、毎朝やって CD 販売しながら生活させてもらってるんですけれども、おかげさまで活動1年半経ちまして、先日手売りで2000枚突破しました。ありがとうございます、ありがとうございます。ほんまに出会ってくださった皆さんのおかげやと思いながらね、お前はそれをまた糧に一つの通過点として頑張っていろんな場所で毎日歌ってるんですけれども、だいたい三宮、阪急と JR が一緒になった出口のとこから出た交通センタービルの前ですね、3地下降りるエスカレーターの前、案内板の方とかセンター街で前東側の入り口とかでよくストリートしてます。だいたい週に3日ぐらいはしてますね。で最近は明石なんかにもよく行かせてもらってて、まあそうやって合わせながらだいたい月、まあ、15日もうちょっとかなぐらいはライブでさせてもらってるんですけれども、まあその中でボイスさんもよく出させていただいててね、すごくお世話になってます。まあマヤのそんな情報も後で配らせてもらいます。ホームページあります、ツイッターあります、ミクシーあります、もうなんか片っ端からやってます。フェイスブックもやってるし、で最近なんかメルマガ的なやつも始めちゃったりとかしてね、でも正直それメルマガ言うてて自分に来たメールを打ち返すというパターンのやつなんですけど、で情報配信かのようにしております。よかったらその前の情報持って帰ってもらえたら嬉しいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。そんな中でね、歌ってる曲も含めて5曲入り500円の CD4 種類後ろに置いてます。よかったらどうぞ見て帰ってやってください、よろしくお願いします。と言いながら、まあそうやって活動しながら、あのどちらかといえば一曲作った大事にしてる曲を長いこと歌っていきたいなって思う。で、まあ、その時その時のいろんな思いや気持ちを込めながら、その時その時で伝えたい思いを歌っていきたいと思ってる方なんですけれども、久しぶりに新曲ができました。本邦初公開でございます、今日ね。持ってきちゃった、弾けるのかしら。結構ね切ない曲が私多いんですけれども、今回も、そういう恋愛の歌になってまして、まあ、何かにつけて離れていきそうなもの、あもうすぐ別れが近いなって思うものに対して、その別れが来るまでに私はそれがなくても大丈夫、私は一人で大丈夫ってどっかで言い聞かせるように自分から心を閉ざしてしまう癖があるなっていうことをすごく感じたんですね。でもそれってすごくもったいないことやし寂しいことやなって、だから余計にお互い傷ついてしまうんちゃうかなって思った時に、やっぱりそれは向き合わなあかん自分の弱さやなって、そういう思いから曲を書こうとして作った一曲になります。お聴きください、さよならを言う前に。Oh, no.
幸せだって本当はね、あなたとなりたかった、あなたじゃなきゃって思わなくて済むように、きっともっと愛せる人見つけられるから、さよならを言う前にあなたを忘れる準備をしなきゃいけないけど、今が楽でいいよ、こんなに胸が痛むのは、そうやって好きで気持ちごまかし、粗末にした罰かもしれない、時にあなたが呆れてた、強がりもこんなに苦しいのはあなたのせいだよ、ありがとうございました。新曲をお送りしました。さよならを言う前にまたこの曲とも一緒に成長していけたらいいなと思ってます。またきっと1ヶ月後、半年後、そして1年後とだんだん思いも変わりながら歌ってるだろうなと思う大事な1曲になりそうな1曲です。またもし気に入ってもらえたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。その中でもう1曲、たくさんの人をつないでくれた一曲を、桜。そっと灯火が消え、訪れた旅立ち、笑って泣いて一緒に歩いてきた道、優しくて温かくて、あほろり思い出すよ、澄み渡る弥生の空、今日も探すその姿、
もが短すぎる時を生きている大切な人の永遠をどこかで信じながらあなたのいない世界はまだ少し寂しいけど思い出の場所にはこうしてあなたがいるから次の1曲で最後になりますありがとうございます。フライングの映画ありましたね、さっきありがとうございますそんなに心待ちにしてもらえてるね、嬉しいね。そういう方に朗報でございます。前ライブやっております、いろんな場所でやっております。ボイスも次3月11日日曜日出させてもらいます。そしてマヤ、すごく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 大事なライブが決定しました。2012年8月1日水曜日、神戸チキンジョージの方でワンマンライブが決定しましたありがとうございます、ありがとうございます。本当にかなりの挑戦です。でも私はやります。やっぱり高い壁で目指してそこを越えていかないと大きくもなっていけないし、とにかく私は歌でもっともっと伝えれる力、届けれる力を手に入れたいんです。そのために有名にもなりたいし大きくにもなっていきたい。そのためにはやっぱりチャレンジしていくことが何よりも大事なんちゃうかなって思って決めました。それを決めたおかげで、でもまたさらに大きなチャンスが巡ってくることになりました。そのチャンス本当につかめれば私の夢がまた一個叶うことになります。ちょっと詳しくは話せないことが残念なんですけども、でも決まったら大々的に発表できます。そして8月1日水曜日、本当に平日の夜なんですけれども、7時半からなんですけれどもね、ちょっとね来にくい方もいらっしゃるかなと思うんですけども、この日8月1日にチキンジョージで初めてのチキンジョージでマヤ見たよっていうことを絶対いつか
将来自慢させます。だからその日マヤに時間をください。今日からチケット発売になってます。持ってます。一番から持ってます。もしよかったらぜひ前に力を貸してください。お願いします。もうそれしか言うことないですけども、絶対に絶対に損はさせません。もう最高の夜にしてみせます。だからどうぞ前に時間をいただければと思います。ちょっと先でねわからないという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、マヤバンドバージョンもします。あとちょっと有名な方ギタリストの方入っていただいたりもします。ソロももちろんあります。楽しんでいただけると思います。ぜひ8月1日水曜日覚えて帰っていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。ということで、そんな大事な大事な大事なライブを目の前にして、いろんな覚悟が決まってやっとこの歌をもう一度歌い出せる時が来たかなと思い、今日は最後に持ってきました。私がライブ活動を始めた頃からライブの必ず最後で歌ってた曲なんですけれども、パパへという一曲になります。ちょっとここ半年ぐらいはこの歌を歌うっていうところに気持ちがつながらなくて、多分いろんなことが自分の中で覚悟として甘かったんだろうなと思うんですけれども、でもすごくこれ実は友達のお父さんが亡くなった時にその友達を励ますために送った一曲なんですけれども、すごくすごく私の活動を応援してくれてたその友達のお父さん、やっと私進むことができますって報告できるかなと思って、今日からまた歌い始めたいなと思って今日は持ってきました。心込めて届けたいと思います。お聴きください。パパへ。私が生まれた日はどんな日だった？私はね、パパの娘に生まれて幸せだったよ。いくつになっても子供は子供なんてまた心配してるんでしょう。大丈夫私も見つけられた。ありがとうパパ、素直になれなくてこれまで感謝も僕に言えずに、あなたの強さや優しさに甘えて大切なものは教えてくれたあなたの背中が今日も私を救うから、ありがとうパパ、私が越えられない痛みにもいつか
受け止められる日が来ればそれでいい、そう教えてくれたのはあなただから。ありがとうパパ、あなたの行く場所へもきっと幸せの光差し込むように今この歌を届けたい。私の刻む時があなたの生きた証、これからもずっと変わらず私はパパの でした。またどこかでお会いしましょう。ありがとうございました。Take a second to listen, fool, you think this record is dissing, but put yourself in my position. Just try to envision witnessing your mama popping prescription pills in the kitchen. Pretend that someone's always going through a person missing, going through public housing systems, victim of Munchausen syndrome. My whole life I was made to believe I was sick when I wasn't, till I grew up. Now I blew up, it makes you sick to your stomach, doesn't it? Wasn't it the reason you made that CD for me, ma? So you could try to justify the way you treated me, ma? Guess what, you're getting older now, when it's cold, when you're lonely, and Nathan's growing up so quick, he's gonna know that you're phony, and Haley's getting so big now, you should see her, she's beautiful, but you'll never see her, she won't even be at your funeral. See, what hurts me the most is you won't admit you was wrong. Do your song, keep telling yourself that you was a mom, but how dare you try to take what you didn't help me to get. You selfish, I hope you burn in hell for this. Remember when Ronnie died and you said you wished it was me? Well, guess what? I am dead. Dead to you as can be. I'm sorry, mama. I never meant to hurt you. I never meant to make you cry. But tonight, I'm cleaning out my closet. One more time. I said, I'm sorry, mama. I never meant to hurt you.
空が青い雲が白いお日様は暖かい鳥が歌う声がする心が安らぐ雨が降って大地が潤ってそこに花が咲く日常に柔らかな素敵が溢れているそういうものに私はなりたい特別なものではなくそういうものに私はなりたい当たり前の幸せにそういうものに私はなりたい大切なもののそばでそういうものに私はなりたいこんばんは。ありがとう。クワイル富士の愛と書いて加藤めぐみです。よろしくお願いします。ね、加藤めぐみということで普段は加藤めぐの愛称で親しまれているんですが、今日は片めぐということでよろしくお願いします。片めぐ。はじめましての方たくさんいらっしゃると思うんですが、本当に申し訳ございません。メバチコというやつでございますね。決して遊びすぎではないです、1曲目そういうものに私はなりたいという曲でしたがちょっとノリノリでフライという曲をお届けしたいと思います。どこへ行こうか何をしようか誰にもわからないそれなら行こうあてはなくともここに答えはないあれとどこへ行っても何をしてても正解なんてないならばなおさら立ち止まってる暇などないのでしょう駆けない誰に何を言われてもそうじゃない自分次第さえだ街を歩けば鏡映しな招きが溢れてる簡単さ誰かの真似をするのはそれじゃ超えられない I want to
ありがとうございます。ね、初めましての方たくさんいると思いますが、改めまして加藤めぐみと言います。今日は片目ですけど、普段は両目でやってます。そう、目バチコね、目物もらいってやつになったんですけど、物もらいって誰かからこう病気をもらってくるんじゃなくて、人に何かをもらったらこの病気が治ると昔の日本人は信じてたらしいんですね。だから物もらいというので、皆さんにたくさんの元気を分けてもらおうかと。ね、私が本当は皆さんに、ね、何かを差し上げなきゃいけないんですけど、こう持ちつ持たれつということで、今日は皆様にもいろいろなものをこういただいて、早いとこ私はこの病気を完治させたいなと思ってますけど、なんで私がこんなことになったかって、あの花粉とかいうやつにね、蚊の糞とかいうやつにやられてですね、目をこすってたらこすりすぎて物もらいになっちゃったわけなんですよ。でこうずっと私寒いのが嫌いで、北海道出身なんですけど、寒いのが嫌いで早く春になんないかなってこの時期毎年思ってたんですけど、ここ5年前ぐらいから徐々に花粉というやつにやられ始めて、とうとう、まあ、それでもね、今まではこう気のせいだと思って生きてきたんです。今たまたまくしゃみが出ただけだ、今たまたま目がかゆいだけだと思って生きてきたんですけど、こうね、目に見える形となって実害が現れてきてしまったので、そろそろ認めざるを得ない感じなんですけど、まあ、こうなってくるともう冬も春も嫌いなので、早いとこ夏になんねえかなと思って、だいぶ先なんですけど、ちょっと気持ちだけでも先取りして夏の曲を、まあ、夏の曲というか海の歌なんですが、クラゲという曲を